はい、どうもヒロです。今日も Vlog の時間がやってまいりました。ゲストはおなじみアンザでございます。はい、アンザさんです。ありがとうございます。ありがとうございます、ヒロさん。いやいや、先週アンザさん相当忙しかったんじゃないですか。いや、ちょっと久しぶりにですね、体に来ましたね。プタプタでございましたけども、無事に、はい、映画の方が上映スタート、公開スタートされまして、2月の11日にね、でその日の夜に急遽決まった小坂先生との生配信、皆さん本当たくさんの方に見に来ていただいてありがとうございました。相当盛り上がったんじゃないですか。そうなんですよ。いつもね、小坂先生の配信はね、1時間がまあ一応タイムなんですけど、まあ1時間じゃ無理ですね、はい、もうやっぱり2、3時間ないと喋り倒せないという、そんなに話したの。いやいや、今回は一応1時間と、それでも1時間15分ぐらいだったんですけど、15分ぐらい延長しちゃったんですけど。ファンは嬉しいよね。いやいやいや、でもやっぱりね、あのね、先生とはね、もう本当にね、やっぱ長いお付き合いさせていただいてるんでね、はい、長くいろいろ話すことあるんですよ。まあまあまあね、はい、積もる話がね。そうですね。いや、セーラームーンからの、続きといっては何なんですけど、はい、まあ、アニメとか漫画とかほとんど見ないんだけど、ちょっとハマってるアニメがあります。ヒロさんがギター以外に興味があることがあるんですね。それありますよ。ゲームも好きだし、映画も好きなんだけど、なかなかじっくり見たいと思うのはないんですよ。なんだけど最近ハマってるアニメがありまして、約束のネバーランドっていうアニメなんですけど、知ってますか。全く知らないですね。ちょっと私最近全然チェックがね追いつかなくて、まあ、アンザさん忙しいですからね。いやいやいや、そういうことではないんですけど、またそういうのやめていただきますと本当にしつこいやつなんですけど。いや、でも、ほら、珍しいですね、本当に。そうなんですよ。なんかね、子供たちの、お話なんですけど、まあ、ある孤児院みたいな、大きな、なんか施設があって、そこで集団で暮らす子供たちの話なんですけど、まあ広いこうね、敷地に、自然豊かな、森の中、草原の中に大きな館が建ってて、そこでのびのびと暮らす子供たちがいるんですけど、まあ、実はその館にはとんでもない秘密が隠されていたみたいな、まあネタバレしちゃうんであんまり言わないですけど、そういう話なんですよ。ほのぼの系と思いきや、サスペンス系な感じでミステリアスな感じなんですね。なんか最初子供たちがキャーキャー鬼ごっこしたりなんか遊んでる、ほんと平和な感じから始まるんですけど、だんだんそれが崩れてきて、あれあれみたいな。気になりますね。そう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 、ちょっとそれに、そのギャップにハマってしまいまして。まだ今途中なんですか。まだ途中。今ね、新アニメで確かやってるはず。なるほど。だけどヤフーの動画配信ギャオですね、サイト、そう、はい、ギャオで見てます。でもアニメといえばね、まあ、もちろん私の場合はね、やっぱり関わらせていただいたセーラームーンはもちろんですけど、カードキャプターさくらもそうですし、ですね、ガラスの艦隊っていうのも当然です、ね、なんですけどね、やっぱ私ね、ちょっと私個人的には進撃の巨人の最終章もすごい気になってるのと、あとエヴァンゲリオンがなんか新しく映画になるんだかなんだかよくわからない、なんかそんなような話があって、ちょっとそこを見ときたいなっていうのもね、実はね、あってね。進撃の巨人はね、途中まで見てたんですよ。いや、私もそうなんですよ。でもあれ長くないですか。長くて、あと時間がないからなかなかちゃんと見れなくて、ね、途中でね、見るの諦めたんですよね。いや、でもね、あれはね、結構ちょっと本当に衝撃でしたね、進撃の巨人は。なんかエレンが、エレンだっけ、エレンだったのね、主人公エレンでしたっけ、もう忘れちゃった。エレンがなんとか兵団に入って、壁の外に行って、倒しに行くみたいな、私と同じぐらいのところですね。で止まってます。私と同じぐらいですよ。私もそこからちょっと見てないから、ちょっと見ながら最終章に向けていこうかとは思うんですけどね。今相当進んでるんだろうな、ちょっと分かんない。いや、だけどね、本当
当に知らないアニメがいっぱいある、うん、まあね、でその中にも結局隠れた名作がね多分あるんだと思うんですよ。まああるだろうけどちょっとねさすがに全部チェックしきれないですよね、うん、まあでもね私の夢ね、うん、まあ、私はソロではね一応ねオープニングとか担当させていただいたことあるじゃないですか。キャプターですか。サクラもそうだし、うん、セーラームも今回で、うんうん、でガラスの艦隊でもあるしてソロの名義ではあるんですけど、うん、私ね夢があるんですよ。やっぱりヘッドホンプレジデントでアニメのタイアップを撮りたいんですよ。いいですね、いいですね。あれ安田さん庵野監督と友達じゃないですか。いや友達ではない。友達ではないですか。友達ではないんです。ないの。ないです。あ、そうなんだ。なんか以前そのセーラームミュージカルは本当初期の頃なんですけど、なんか見に来ていただいたことがあったよ。あ、じゃあ友達じゃん。いや友達じゃない。庵野監督ぜひ主題歌の件バンドで精一杯やらせていただきますのでよろしくお願いします。ねえねえさ友達じゃないから。え、いやこうじゃないか。友達じゃないから。くださったっていうだけで。あ、じゃあ友達じゃん。だから見に来たイコール友達じゃないでしょ。もう繋がってるじゃん。繋がってないの。もう死亡、私のことなんか分かんないって。あんなことないよ。いやいや、まあでもね、元の、はい、ヘッドホンプレジデントの楽曲でね、うん、アニメを見れたら最高なんでね。エヴァンゲリオンやりましょう。まあチャンスと奇跡が起こればよろしくお願いしますということでね。私の夢があるんで。新たなじゃあ2021年の目標は、はい、アニメのタイアップを取るバンドで頑張りましょう。頑張りましょう、はい、ということでね、ヒロが最近ハマってるアニメのお話、はい、それから安座さんのね野望、忙しかった先週のね、はいはいはい、セーラームーンと配信があった、はい、お話、はい、をさせていただきました、はい、はい、本日もご視聴ありがとうございました。安座さんでした。はい、またね。はい。